エキシビシビョンマッチ、ドジャース後の2韓国代表、18日、韓国ソウル。ドジャース大谷翔平投手と結婚した元プロバスケットボール選手の田中眞美子さん、27、が、大家の両親、水原一平通訳の妻と計4人で試合会場の高尺ドームに姿を見せた。眞美子さんは15日、大谷と共に米国から韓国へ移動。 この日の中継映像では試合前にスタンドを歩く姿が映し出された。試合が始まると、マミコさんの右隣に水原通訳の妻、そのまた右隣に大家の両親が座り試合を見つめていた。その左手薬指には輝く指輪も見られた。